バゼロードは黒の七重の漫画作品。コミックブレードゼブル創刊号を月刊。コミックブレードアバルスにて2013年3月号まで連載された。ドラマ CD がフロンティアワークスから発売されている。単行本は全7巻。作者の好きなものを全部ぶち込んだ女性向けの作品。本作の舞台やキャラクターなどの設定にはキリスト教、 吸血鬼など、史実や伝承からの引用も多く、セリフ回しには、BQA が旅行好きの作者の趣味を反映して、複数の国を舞台に話が進んでいく。躍動的なアクションシーンなど、男性にも楽しめる要素も多くある。主人公のジョニー・レイフロとチャールズ・クリス・フントのデザインは、もともとは、コミックブレード・ゼブル思想看護の表紙のために描き、おろされたものであり。 本作の執筆にあたって、それを流用した形になる。もともと、作者は全く別の系統の作品を同士に、掲載する予定だったという。謎多き吸血鬼霊風呂と、霊風呂の霊属でありながら、ヴァンパイアハンターでもあるサイボーグの青年、チャーリー。悠久の生で夜を生きる二人は、霊風呂の過去の因縁と、不死の売買と呼ばれる人工吸血鬼を作成する陰謀に巻き込まれていく。 ウェブラジオ、バゼロード、ラジオステーションが2009年1月8日から2009年6月25日まで、アニメート TV にて、各週木曜日に配信された。パーソナリティは、藤原圭司と、沖谷龍太郎。ラジオ冒頭には毎回、レイフロとチャーリー、時にはゲストを交えてのショートドラマがある。ゲストは、田中敦子、小野良子。CD には抜粋編集で収録。 ライブイベント、ホーリー・コミニオンにて、限定復活。2013年5月24日に、DJCD、バセロード、ラストフェスティバルとして、ラジオ形式の CD が販売された。2013年3月15日発売のコミックス7巻のアニメート初回限定版に付属する映像作品。三十分前後の短編アニメーションで、原作第一章、のヘリオガバルスをベースに、 第3章、サリシクロキアッパーの断片的なシーンを挿入する形で編集されている。黒の七重、バセロード、アニメ化、完結七巻の限定版で、コミックナタリー、2012年10月29日閲覧。OVA では、レンガ町のアパートを新たな住まいとした。ミドルネームは、単行本では、シェーン。CD 表記では、ジェーン能力も彼から供給されている。 実際はその異名を、レイフロがこむることで、マリーをかばっていた。ありがとうございます。